チャンネルこと MO ちゃんです。今日はちょっと私キャラクターもんの絵を描くのが上手なんて自分で言っちゃうんですけど、上手なんでちょっといろんな絵を描いていきたいと思います。それではどうぞ。はい、すいません、ちょっと花粉がひどいんでマスクしますね。で、私結構子供がアンパンマンとか、キティちゃんとかああいうの描いてっていうので、その辺は得意なんです。なんで実際どれぐらいの技術なのかってことで、その2つを描いてみたいと思います。で、とりあえずアンパンマンとバイキンマン、食パンマンの絵を描いてみました。見せますよ。じゃん、上手じゃないですか。結構何を描いてるかは分かりますよね。なのでこれから動物編とかいろんな絵をちょっと描いてみたいと思います。それでは動物編、まずちょっと難しいのをいろいろピックアップしました。一発目キリンなんですけど、キリン描きますね。キリン、これキリンっぽくない？キリンさっきの絵とは全然違う感じするんですけど、キリン描いてみました。はい、じゃあ次はサイです。サイ、サイは難しい感じがする。これちょっと違う感じする。これが角？角なんだけど違うかな。違うな。はい、お次はライオンです。ライオンは自信ありますよ。ライオン、じゃーん。これは上手じゃない？結構ね、これは上手だと思う、出来が。ライオン、ちょっとサイのレベルがやばいかな。はい、で最後です。動物編最後は犬です。どう？じゃーん、猫っぽくなっちゃった。犬、キリン、サイ、ライオン、犬、動物編。はい、それでは次乗り物編で救急車。じゃん、これパッパーって。はい、次が飛行機です。飛行機、飛行機、じゃん、違うこれ何、これ、飛行機っぽい、これ飛ぶやつ、飛行機。まあざっと書きなんでね。はい、続いては戦車。戦車、じゃん、違うこれは泥の上あるこのローラーのやつで、これは鉄砲のやつ、ここからドーンって出るやつの戦車描きました。はい、続いてはバイクです。バイク、こんなんなっちゃった。ちょっとなんか三段シートみたいなついちゃって、ここにこれは違うかな、なんかちょっと難しいかな。バイク、これ乗り物編全部です。救急車、飛行機、戦車、バイク、乗り物編です。
今日は動物編と乗り物編の絵を描いてみたんですけど、まあ全部見て結果下手ってことですね。こんな感じなんで相当絵は下手です。上手になりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。